刈谷式株式会社は愛知県刈谷市今川町に本社を置く式メーカー。段ボール製造を中心として、付帯する包装材の供給やサービスの提供を行っている。自動車関連企業を主に農業関連、食品メーカーなども含めて地元企業約300社に製品を供給している。社訓は、は、品質、創造。1五十九年五月十四日。 神谷金次と神谷光千氏によって愛知県刈谷市に設立された。1960年に株式会社化を行った。1970年10月には岡崎市に岡崎工場を開設し、1972年8月には刈谷第二工場を開設し、1981年5月には壁南市に壁南工場を開設した。 1989年に死去した会長の神谷、金次は仮屋市議会議員も務めている。2001年には環境管理システム ISO14001 の認証を取得している。創業50周年の2009年にはリーマンショックによって世界的な金融危機が起こったが、リストラは行わずに企業体質強化に取り組んだ。 2013年には高浜市に高浜物流センターを開設し自動車部品メーカーから部品の梱包業務を自宅して業務の幅を拡大させた物流センターでは段ボール製造と梱包作業を同一施設で行うことで在庫を最小化させて生産性を向上させている2014年5月には創業55周年を迎えた2017年には 地域貢献活動の一環として、壁南下直公民間の依頼によって、ペルー発祥の打楽器であるカホンをダンボールで製作した。2017年6月には、西尾市に西尾工場を設立した。2018年11月27日には、刈谷市、安城市、知粒市の3市に対して、災害時にダンボール製簡易トイレ、簡易ベッド待ち切りなどを提供する協定を結んだ。 カニア工場、ありがとうございます。